北欧神話において、ギリングは、下の巨人の一人であり、スットゥングの父であった。彼とその妻は、フィアラルとガラールによって殺害された。スノーリノエッタ第二部、守護法は次の物語を伝えている。ギリングは、二人のドワーフ、フィアラルとガラールは、皆で、湖の真ん中まで行くべく船を漕ぐことを、ギリングに承知させた。三人が岸にたどり着く前に、 フィアラルとガラールは船を沈め、漂流する残骸に捕まった。しかしギリングはその方法を取るにも愚かすぎたので、彼は溺死した。ギリングの妻もまた死んだ。それは二人のドワーフが、今度は妻の家の屋根に乗って、ギリングが死んだことを大声で嘆いた時だった。ギリングの妻が動揺して、悲鳴を上げ、外へ走り出た時、ドワーフは彼女の頭に石臼を落とし、 夫同様に彼女を殺した。ギリングの息子、スットングが復讐を誓い、潮が満ちればすぐに海に沈む岩にドワーフを置いた。ドワーフは解放してもらいたいと願い、自分たちを助けてもらうための社員としてギリングに魔法の密集を譲ることを約束した。スットングは同意し、結果、その死の密集を受け取った。ありがとうございます。